ヤエルに殺害されたシセラバラクは、旧約聖書の登場人物、シシの一人。旧約聖書によれば、ナフタリのケデシュ出身のイスラエル人で、アビノアムの子。シシ、エフドが死ぬと、イスラエル人は悪を行うようになり、カナン人の親ヤビンに20年間詩いたげられることとなった。将軍シセラを率いるカナン軍との戦いにおいて、 女予言者デボラと共にタボルさんに1万人のイスラエル軍を召集した。しかし、デボラも共に行く代わりに、シセラは女によって殺害されると予言される。シセラ軍はそれを聞くと、直ちに鉄の戦車900両を装備させキション側に向かった。イスラエル軍は軽装備であったが、タボルさんを降りて、シセラ軍に突入した。キション側の流れは激しくなり、シセラ軍の戦車は、 身動きが取れず混乱し、全滅した。将軍シセラは、ヤイルの天幕へと逃げたが、ヤイルは、シセラが寝た隙に土で、天幕用の釘を、シセラの米紙から地面に向けて差し通し殺害した。イスラエルは、その後40年間は、平和な時代となった。四式五章の、デボラの歌はこの時の戦勝を記念して歌われたもので、ある。新約聖書では、 バラクは信仰の模範者として挙げられている。ありがとうございます。